CDTV ライブ、ライブ、10月28日放送、で良かったと思うアーティストは誰？ 3 組を紹介、2024年10月28日に TBS 系で放送された CDTV ライブ。ライブでは、様々な人気アーティストがパフォーマンスを披露して番組を盛り上げました。そこで本記事では、10月28日放送の CDTV ライブ。ライブで良かったと思うアーティストは誰？というテーマで、編集部がピックアップした3組のアーティストを紹介していきます。黒丸スノーマン。スノーマンは、STARTO エンターテイメント所属の9人組アイドルグループ。番組では、モーツァルトの名曲をサンプリングした、エンパイアと、テレビアニメ、ブルーロック VS。U20 ジャパンのエンディング主題歌、ワンをフルサイズで披露しました。初登場の MISAMO は、TWICE の日本人メンバーミーナさん、サナさん、モモさんによるユニット。番組では、アイデンティティのほか、アムロナミエさんのカバー、ニュールックをテレビ初披露しました。INI は、オーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2で誕生した11人組グローバルボーイズグループ。番組では、7枚目のシングル、The View から、WMDA、Where Are My Drums At をフルサイズでパフォーマンスしました。